はい、ですね、7月から貯金するってことで、ハニョベできないって言ったんですけど、ちょっと考え直したんですよね。打ち上げ花火は高くてできないけど、その手持ちちょろっとならできそうなんで、自分で縄巻いたやつ、手筒花火のレプリカ、ね、作ったやつね。あれを、ドラゴン花火か。ドラゴン花火突っ込んで、中に入れてね、手筒花火をやっていこうと思ってます。まあ、ちょろっと20変色とかね、ああいうやつも、また、追っかけスパークとかもね、ホームセンターで見たら買いたいと思ってます。はい、やろうと思ってるんでよろしくお願いします。で、まあ今年の7月か9月、まあ7月か8月どっちかになると思うんですけど、で、ほとんど丸玉ですね。ないつつも使っちゃ使うけど、ほとんど丸玉、うん、丸玉ですね。うん、なのであえて前みたいに高い内実の花火は買わんようにしてますね。リストをプログラムにはそうしますね。なんで最初から最後までね、お楽しみにしておいてください。じゃあご視聴ありがとうございました。